ああ、いいね。こういうところできっとデートの待ち合わせとかするんやろ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速夢見の館へ。いらっしゃいませ。リラクゼーションサロン夢の館へようこそお越しくださいました。ということで今回は秋色風景のひなつめ草むらに行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら。でしたら500ベルでもう一眠りなさる。もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では夢を取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということでひなつめ草むらに出発。はい、ひなつめ草むらに到着。レンガの色が可愛い。夢の世界へようこそ。あなたは今、ひなつめ草という村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、夢役のひなつめ草の世界をご堪能遊ばせ。ほい、お。これお着替えかな？え、なにこれ可愛いんやけど。見て、雪の結晶。え、超可愛くない？え、めっちゃ可愛い。これ着替えかな？とりあえず広場に着替えがあるっていうことやから、一旦これ全部取ってみて、まあ、多分、こう数が多いのは、手に持つものがいっぱいあるんじゃないかなと。あ、着替えや着替えや。で、その辺はちょっと選んで、着替えていこう。これでとりあえずなんか、一通り、あ、持つものじゃないんや。服が2通りあるってことやね。なるほど。ということは、あ、じゃあ月の髪飾りの方にしようっと。じゃーん、こんな感じで。いいね、いいね。月の髪飾りいいね。ね、この髪に合ってない？なんとなく。めっちゃなんとなくやけど。あ、めっちゃいい。え、すごいいい。ね。なんかこの、わかる？めっちゃ良くない景色。あの、レンガのタイルに、で、向こう側ちょっとね、道の端っこに花が咲いとって、で、こっち側に、この雪の結晶の、なんとも言えない、この可愛い可愛いタイル。めっちゃいいやん。そしてこういうね、広い道。いいな。うちの村ね、こういう広い道がないんよね。なんかこう、どこもギュッてなっとる感じ。だってうちの村の道って多分ね、タイル3枚分とかそれぐらいの広さやと思うよね。だいぶ、だいぶやん。だいぶ広いし、こういうなんか、広々とした空間がないんよね。はい、それじゃあちょっと、とりあえずあっち側の家に行ってみようかな。どっから行けるんだ？こっちか？あ、これ広場から右側に行けばいいんやね。そしたら橋があると。はい、ここだ。あ、なんかちょっとした段になっとんやね。どうも。マナさん、村長さんやね。ようこそひなつめ草むらへ。どうも。おしゃれな服装やね。いいな、いいな、なんか。いいね、なんか。はい、お邪魔します。お、これは。なんか入ってすぐの部屋にね、カリスマ店員さんが、カリスマ店員さんがいるらしくって、あ、いいね。なんか美容師さんとかでもいけるんじゃないっていう感じの。そんな感じがするけど。そしてまあこの、左側。左の部屋へ行くと、男の子の服売り場らしいです。この左右でね、性別が分かれてるっていう、こっち側が男の子用の服売り場。おしゃれだな。カリスマ店員がおるぐらいやけんね。多分この村は、おしゃれな人たちがいっぱいいるんじゃないかと。そう思うよ。でも、この辺の服装とかは結構なんか、ジェンダーレスな感じで。ねえ。ちょっとふわっとした感じというか、なんかスカートみたいなの履いとる男の子結構おったりするやん。なんて言うんかわからんけど、あのおしゃれアイテム。この
入り口入った時点でも、まあ、ここで男の子用、女の子用、まあ、フロアちょっと分かれとるの分かるよね。はい、そしてこっち側が女の子用の服売り場と。はい、こっち。あ、なんかもうほら、めっちゃセレブな感じやもん。超絶セレブな感じやもん、なんか。ね、可愛いだけじゃなく。いいね、いいね。取り揃えてるね。私、こういう感じの格好結構ね、中学生ぐらいの時にしとったかな。なんか、T シャツ、長 T みたいなの着て、その上にちょっとチュニックみたいな感じ。いいね。これなんかあれじゃない ?CA さんみたいな感じじゃない?ね、制服。はい、そして、2階へ。この2階は村長さんのプライベートルームらしいです。ってことで、これがマナさん?ん?もしかしてお手伝いさんかな?え、やっぱ村長だから?そういう、お金持ちな感じ?まあね、自宅の1階で、カリスマ店員雇って、ああいうブティックを開いているわけだから、そういう感じなのね。素晴らしいやん。まあ、家帰ってきてすぐに、こうね。こうね、手洗いうがいちゃんとして、風邪予防しましょうと。いいね。ん?これってさ、あれよね。え?私、なんかこの家具のシリーズも結構持っとるけど、これ持ってないな。鏡がついとるやつ。欲しい。欲しい。あのシリーズの家具かわいいよね。はい、そして地下へ。地下は、教会。お、神父さんがいらっしゃるよ。これ実際にこの村を作ったマナさんが所属してる教会を再現したらしいです。私、教会とか一回も行ったことないよね。なんか興味はあるんやけどさ、ちょっとなんか近寄りがたい感じするやん。なんか大学の行き師とかに、ちょっとした、まあ、教会があったりとかもするし、ね、夜とかね、なんか前通ったらめっちゃ綺麗なんよね。イルミネーションというか。すごい十字架がキラキラしとって綺麗なんやけど、ちょっと近寄りがたいなって思ってしまうよね。はい、そして、もう一軒のお家が、あちら側に。はい、こっちの、結構なんか動物たちと同じ空間に家をドンと構えて。あ、どうも。アクリルちゃん。あら、お会いするの初めてですね。どうぞ、ひなつめ草むらを満喫していってください、キュン。はじめましてなのか?私が見てたのはポケモリ?ポケモリかな?サブ村におったのはフリルか。お、かわいい。サブキャラちゃん、一階はカフェ。カフェを経営しているらしいです。めっちゃおしゃれなカフェ、いいね。あれ?てか住人さんはいなかったんだけど。あ、見て見て見て。え、制服かわいい。こういうとこで働きたい。こういうところで働きたいよ。見て見て、めっちゃ可愛くない?これあれなんかな?私服の上にエプロンなんかな?それとも、これ自体、下の服自体、なんか貸してもらっとる制服なんかな?いいね、こういうところで、モーニング食べたりとかさ。優雅にコーヒーを。はい、そして、あ、なるほど。一人で来てもこういうところでね、楽しめるわけやね、ちゃんと。はい、そして2階へ。2階は住人さんのプライベートルーム。あ、いいね。キノコやキノコ。このキノコシリーズめっちゃ好き。でも森の中がすげえ再現されることね。あ。予備やね。予備の制服ですね。いいなぁ。こう、小さな町の小さなカフェで働いてみたかった。働いてみたかった。いや、飲食店自体は働いたことあるんやけどね、喫茶店ってないんよね。普通に、私多分チェーン店とかでしか働いたことないんよね。で、住人さんはどこだ?外におるんかな?
あれか、動物たちに紛れてちょっとその辺歩いてる感じの、どこでしょうか。いらっしゃらないんですけども。いらっしゃ、もしかして浜辺とかおらんよね。あ、いたいたいた、制服着てた。どうも、ののちゃん、ののカフェ営業中です。ののカフェやってかわいい。なんか私の中でののって言ったらさ、もうなんか、辻のぞみちゃんが思い浮かぶんだけど、ののっていうあだ名やったよね。ひなつめ草むら、旗かわいいね。そしてこれがひなつめ草むらのマップと、ひなつめ草の地図。よきよき。あ、そしてこういう広場がね。あ、いいね。こういうところできっとデートの待ち合わせとかするんやろ。するんやろ。めっちゃいいやん。噴水前で待ち合わせねとかそういうのやってみたかったんやけど、噴水なんてものはないんだな。いや、噴水とか。あ、でも一応学校とかに噴水はあったりとか、今までしたけど、ああいうなんかね、デートの待ち合わせで使えそうな、広場に噴水みたいな、そういうシチュエーションをね、ないんよね。あ、噴水。噴水あったよ。しかもこれ美味しい桃やないん。いいね。これ待ち時間とかにさ、美味しい桃をちょっとプチッとちぎって、めっちゃ無断やけどね。そういう、こういうね、そうね、こっち側もやん。左右に噴水。いいね。いいですね。そしてここが、これ村長の、村長さんのお気に入りの風車公園らしいです。いいね、いいね。なんかこの地面の感じもすごく好き。いいな。なんか最近さ、こう公園自体がすごい減ってきとる気がするんよね。一応なんか公園っていう名前がついてる場所はあるけど、遊具ないですよ、みたいな。ああいうところって何？自分家からおもちゃ持ってきて遊ぶってことなんかな？遊具でも遊びたいよね。なんかそれ、なかったら公園じゃねえしって感じじゃない？あ、これいい。この場所いい。いいね、いいね。このなんかちょっと、溶け残っとる雪がある感じもすごくいい。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかこういうさ、ま、家もみんなすごいんやけど、外に公園を作っとったりとか、広場を作っとったりとか、そういう村自体の作り込みっていうのは全然してないけんね。すごいよね。